はい、ガッチャンです。今日はですね、父親に暴言を吐いてきました。そう、なんか具合悪いらしく、1月に、もう、その後の一生左右しかねないような手術をするっていうのをちらっと聞いてて、まあ、一つの提案をしたかったんですけどね、提案をしたかったんですけども、まあね、こんなこと聞いてみました。お父さんお父さん。あんた死にてえの？それとも生きたいの？って、ぶっちゃけ聞きました。はい。うちのお父さんね、かっこいい人なんですよ。そして不器用なんですよ。私はお父さんに似てるよね、きっと。うん。そうなんだけど、私はお父さんに、もっともっと、もちろん生きてもらいたい。そう。生きてもらいたいんだけど、だからってもう生きることを諦めてるんだったら、そう、生きるってことを諦めてる人だったら、まあ、それはそれでいいかな。そう。残った人生のんびり自分のために過ごせばいいんじゃないのっていうふうに思うんだけど、私ね、基本的に特に日本の医療とかね、信じてないんだよね。そう。病院は病気を作るところだと思ってます。それはね、なんでそういう話になったかというと、今回はちょっとペラペラ喋りませんが、うちの母親は看護師さんなんですよ。そう、大変な仕事ですよ。本当にちっちゃい頃から見てるから。大変な仕事です。でもね、おめえおかしいだろって、ぶっちゃけ思いましたよ。思ってましたよ。そう。思うよ。インフルエンザ一つでもさ、熱が出たら解熱剤？そう。熱が出たら解熱剤。で、お腹が痛ければ腹痛の薬。で、頭が痛ければ頭痛薬。それ、おかしくねって私は思うのよ。なんでかというとさ、人間の体は自分たちの体でできてるわけよ。そう、外部から何か作ってもらったわけじゃないわけだから。だからさ、人間の体が健康であるのは、自分の体で健康にならなきゃいけない。そう。それはさ、100% 食べてるものから健康ができてるわけで、飲み食いするものだけではなく、自分の脳の中、自分の体の中でも作られてるいろんな要素いっぱいあるわけよ。そう。そういうものがしっかり機能していて健康ってあると思うし、さらにストレスとかね、外的な要因もいっぱいあると思うんだけどさ、そういう中でさ、病院に行けば行っただけ、勝手に症状をつけられて、病気ですんで薬を飲みなさいみたいな感じになるのが、本当に私はね、腹立たしくて仕方ない。そう。まあそんな中で、私がね、お父さんと同じような状況に陥ったとしたら、私はね、病院に行かないと思うな。そう。苦しい。いいよ。だってさ、苦しくてもいいさ。自分の体で、自分の体が一生懸命自分を治そうとしてくれてるんだからね。そう。それに対して、それを薬で抑えるなんてのはちょっとね、ナンセンスだと思ってる。うん。でも同じようなことが起こったとしたら、私はね、お父さん、同じようなことが起こったとしたら、私は、まあ人生最後の賭けというか生きるかどうかの賭けっていう意味で試してみたいものがあるのよ。そう。そう。これに、最後はこれにすがろうっていう決めてるものがある。私はね、お父さんにそれを提案しようと思ったのよ。そう。でもね、別に死にたいとは言わないけども、生きたいっていう答えがないんだったら、あ、それはね、それでいいのかなと。私や家族がね、ああだこと言う話じゃなくて、それは自分で決めてください。私はね、お父さんに来てもらいたいから、お父さんが自分から、行きたい！なんかいいもん知ってんだったら教えてくれよって言うまで、毎日でもね、死にたいんか行きたいんかって聞いてやろうと思ってます。そんなわけでですね、同じようにそういう状況下で、何でもいいから情報欲しいっていう人がいらっしゃったら、私のこの下にあるね、LINE アットに登録してください。そういった最新の情報を送ります。